かってこい。番長パンチ、そんなフラッシュ番長パンチフラッシュ番長パンチ、
ヒフスラッシュ。耐えられるか。フラッシュ番長パンチ。続けていこう。ヒフスラッシュ。耐えられるか。フラッシュ番長パンチ。耐えられるか。合わせるか。フラッシュ番長パンチ。そんな。耐えられるか。な。続けていこう。ティー。君がいてくれてよかった。いい覚悟だったぜ。これなら合格だ。なっか番長レオモンに勝てた。この僕が。それはお前が守るものとなったからだ。お師匠様。私との修行はお前は確かに強くなった。だが真のロイヤルナイツとなるにはそれだけではダメなのだ。背負った何かを守れる力と志が合わさった時、真のロイヤルナイツへの道が開かれる。それは私と修行しているだけでは決して得ることができぬものなのだ。だからお師匠様は僕をこの人に預けたんですね。うん、その甲斐はあったようだな。
これは僕の体が新たなロイヤルナイツジエスモンの誕生だ。新しい姿となったお前が私の後を継ぐのだ。はい、僕やってみます。やってみるはない、やるのだジエスモン。はい、ありがとうございました師匠。君にも世話をかけたな。礼と言ってはなんだが、これを受け取ってくれ。これからは我が弟子が君の力となるだろう。あるいは私よりも頼もしい仲間となるやもしれ。よろしく。言ったようだ。苦労をかけたな友よ。危うく本当に消滅しちまうところだったぜ。協力に感謝する。君にも礼を言っておく。水臭いことを言うなよな。男の門出に立ち会えたんだ。俺は嬉しいぜ。しかし本当に強くなったな、あいつ。あいつはまだまだ強くなる。いや、そうでなくては困る。何せ、私の弟子なのだからな。それじゃ、今度はこっちの修行に付き合ってもらうぜ。俺もまだまだ強くなりたいんだな。望むところよ。そうか、新たなロイヤルナイツが誕生したか。いや、驚きはしないさ。世界は常にこのようなアップデートを繰り返していくのだからな。それは現実世界も電脳世界もさほど変わりはしない。君もいつかは私を超えていくのかもしれないな。その日が来るのを楽しみにしているよ。
無理しちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。続けていこしちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。行くぞみんな。
行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。
行くぞみんな。
無理しちゃダメだよ。続けていこう。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。
この世界を守るため協力してほしいか。悪いけど即答することはできません。正直に言って僕はまだ迷っているんです。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたのは人間たちが電脳空間を作った影響だと聞きました。人間の心が歪んでいるからあんな醜い化け物が生まれたのだと多くのデジモンたちは考えています。それがもし真実なら人間は全ての世界に危機をもたらす存在、ルフトモンの行動は正しいということになります。それに僕はこの世界に来てみてデジモンたちを道具のように扱う悪い人間がいることを知りました。ですが君のように状況を打破しようと動く者もいる。僕には君たち人間のことがよくわかりません。一体どれが本当の人間の姿なんです。実は僕には連れがいたんです。二つの世界が交わった時イーターから救うためにこの世界に連れてきた小さな連れが、あいにくあの混乱で離れ離れになってしまいました。彼らはまだ幼く弱い、ひょっとしたら悪い人間に捕まっているかもしれません。彼らにもしものことがあったら僕は人間を許さない。今彼らが置かれている状況が人間を図る指針になるでしょう。ちょっとタイム、またまたまた、ウェイト、よかった間に合った。事務所に行ったら京子さんがいてこの場所を教えてくれたの。あんたがマグナモンね、すっごい探したのよ。君は？ほらみんな、やっと見つかったよ。マグナモン！みんな無事だったんですね。マグナモン、ノキアたちが、この人間たちが僕らを助けてくれたんだ。助けてくれた？ふう、ようやく見つけた。さすが京子さんだわ。もうほとんどのロイヤルナイツの居場所を把握してたとは。これでみんな合流できたね、オメガモン。オメガモン、オメガモン、あなた人間と行動を共にしていたのですか？その通り、マグナモン、君にならわかるはずだ。人間を危険な存在と切り捨てるのは間違った選択だと。ですか、僕たちの世界のあの惨状を作り出したのは。ノキアたちはそのことを知った上で現状の打開を望んでいる。デジモンと人間の双方を助けるため力を惜しまず戦っているのもまだ人間なのだ。確かにルフトモンによって人間が滅ぼされればデジモンたちは救われるかもしれない。しかし結果を急ぐあまり分かり合えるはずの者たちを滅ぼしていいというのか。私はそうは思わない。マグナモン、僕たちノキアのことが大好き。一緒にいられたら嬉しいな。僕が膝を抱えて悩んでいた間あなたたちは走り行動し僕の仲間を救ってくれていたのですね。行動すればなんとかなる。それを教えてくれたのも人間、ノキアだ。オメガモン、もう十分です。僕の迷いは晴れました。もし人との共闘がロイヤルナイツの汚名になろうとも仲間を守ってくれた恩は返さなくてはなりません。ノキアさん、人間とデジモンが手を取り合えるよう僕もできるだけのことをさせてもらいます。うん、ありがとうマグナモン。惑わされるな。あっ、ノキア、私の接近に気づかぬとは。ふぬけたなオメガモン。デュナスモン、
マグナモン、奴らの還元に耳を貸してはいかん。デジタルワールドで我らがイーターと戦った苦難の日々を忘れたか。イーターに食われた仲間たちの苦悶の叫びを思い出せ。人と我らが手を取り合う可能性など、こやつらが電脳空間を作った瞬間に消えている。お前が立つべきはこちら側だ。ロイヤルナイツの一人としてイグドラシルの意志に従え。もしもイグドラシルの意志が彼女たちを傷つけろと命じるならば、僕は従わない。仲間を救ってくれた恩人を傷つけることなどできはしない。理解できぬな。なぜ愚劣な人間どもの味方など。確かに愚かな人もいるでしょう。でも人はそれだけではない。苦境に抗い仲間を救ってくれた彼らのその輝きに僕は賭ける。果ての結末こそ我が望み。本気にさせてくれたな。そんな、
シャイニングゴールドソーラーストーム。それ。気にさせてくれたな。そんな。これを。
悪いか。この借りは必ず返すぞ。望むところです。それだけの決意はしたつもりですから。ありがとうマグナモン、すっごく頼もしい仲間ができて私超感激。僕の方こそありがとうございます。きっかけを与えてくれて。これから僕はずっと人間の味方です。何かあればいつでも呼んでください。そうだ、協力の証としてあなたにこれを渡しておきましょう。そうか、マグナモンが仲間になってくれたか。彼はロイヤルナイツにおける守りの要、心強い味方ができたな。ん？どうして私がこんなにもロイヤルナイツについて詳しいのかだって。考えてもみたまえ、私は探偵だ。無論調査したに決まっている。調査方法を知りたいというのか。それはな、企業秘密ということにさせてもらうよ。いずれその疑問は解消されるとは思うがね。